今日はやばいですよ。お、いらっしゃいませ。おほほほほ、いや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 、ついに、ついに、バレちゃった？いや、あの、SNS で見て飛んできました。ありがとうございます。アグペンも発売っていうことでいいですか？今日から発売しました。やばいね。うわー、よかった、今日来れてよかった。いやー、釣子さんにはね、こう結構前から追ってきもらってるこのオグペンなんですけど、やっと発売まで。え、これって鈴木じゃないですね。え、鈴木じゃないですね、これね。これって赤目これ赤目も狙えちゃうような仕様になってるというか、僕はどっちかっていうと赤目を釣りたいんで、これを作ったような感じなんですけど。で、まあちょっと自分知ってるところもあるんですけども、あの、この異形のワイヤーの太さ、はい、これって結局完成品は何ミリに？これね、1.6 ミリにしました。 1.6? 1.6 って曲げられるんですか？いや、もう手曲げで、今日も朝3時までこうグリグリこれ巻いてたんですけど、これもうタコになっちゃったよ、これこれこれ、このオグペンタコ、もう俺のこの全体重かけてこのワイヤーと格闘するわけですよ。いや、一個一個俺のこの格闘の入魂してますから、これ。いや、そもそも自分あのイメージ的にラインスラックっていうと、うん、はいはい、プラスチックのインジェクションルアーの、うん、メーカーっていうイメージがあったんですけど、こういうハンドメイド、うん、これってオールハンドメイドなんですか？オールハンドメイドです。だからちょっと今回は数が全然作れないんで、はい、お取り扱い店様とかにちょっと下ろすことができないんですよ、数が少なくて。浅草のラインスラックでは買えますけど、はい、はい、あとは通販ですね。明日から通販なんですよね、日曜日。これ去年あの動画で見ましたけど、ボコボコに釣っていた、はい、そうなんですよ。当初本当にあのこのビッグペンシルって僕やるつもり全くなくて、はい、いろんなメーカーのビッグペンシル、まあトップウォーター好きなんでいろんなメーカーのペンシル買って使ってみたんですけど、はい、やっぱりちょっとノリが悪かったりとか、あれって思うところが結構あったんですよ、はい、で、まあ、6、7年前にあの木更津の、あ、フッツかな、フッツの、ランカシーバス戦誘われて、知り合いに、じゃ あの行くのにペンシルないから作ろうかなっていうことで、はい、6、7年前に、まあ、オグペンの原型となる、はい、あるやつを作ったんですよ、はい、でそれをやっぱり使ってみたら、はい、また去年ですね、はい、使ってみたらめちゃくちゃ釣れるわけですよ。なんか動画で見ましたけど、はい、結構自分もあの時期好きなんで、はい、あのエリアあのタイミングでやってたんですけど、去年なんか特に厳しくて、はい、全然あれ、まあトップが出なくてちょっとトップ下に入るようなダート、大きなダートミノーとかで、うん、水面下にね、はい、うん、でも小倉さんだけビッグペンシル大爆発させてるなと思って、はい、でこれやばいなと思って、はい、まあ作ることもまあ売ることも考えてなかったんですけど、はい、でこれって何かあんのかなと思って、俺がこのなんかその一般に売ってるようなペンシルを使い、はい、うちのお母ちゃんにまあオグペンだけを使ってもらって釣りしたりとかしたんですけど、本当にもう俺が0匹とか1匹の時に10匹とか8匹とか釣ってるんですよ。でしかもでかいのを釣ってて、えこれなんかやばいなと思って。小倉さん売るつもりないって言いながら、はい、すげえ数のプロトタイプ作ってたじゃないですか。いやもう本当にそうなっちゃったから、はい、なんでこれが釣れなくて、なんでこれが釣れるのかなっていうのを、はい、もうあの研究したくて、はい、すごくあの去年はもう週に 4、5回やっぱ行ける時は行って通って、はい、もう本当にこのフックの位置ですとか、このウッドの素材とか、はい、この愛の位置であったりとか、はい、もういろいろ細かく変えてテストしたんですよ。ちょっとせっかく今日来れたんで、はい、話せる範囲で。いや俺はもう全部話しちゃいますけどね。マジですか？いいんですか？いいです、いいです。
俺結構去年からその、はい、ちょっとこれは世の中に出しちゃいけないんじゃないかなっていうようなマル秘情報がいっぱいなんで、ちょっと耳寄りなところを、はい、ちょっとまず聞きたいのが、これフックの位置が自分から見るとちょっと、はい、あれ他のと違うななんて思うんですけど、そうですね、まあ、僕あの知り合いに頼んで、はい、あのドローンとかを飛ばしてもらって、はい、ちょっと YouTube に載せられないちょっと貴重な映像があって、はい、もうそれ決定的なもう、はい、あのフッキングシステムっていうか、はい、そのメカニズム、はい、シーバスの食い方であったりとかも、はい、観察ができて、そうすると圧倒的にそのやっぱり食ってくる位置っていうのがあって、そこにフックがついてないルアーが大半なんですよね。これをよく見るとその食ってくる位置にしっかりとあるよっていう、この位置ですね。もういっちゃっていいんですか小倉さん。これはこのリーダーに絡んじゃうか絡まないかのこのギリギリのとこっすね。やっぱり前に食ってくるんですよね。頭からこう押さえ込んでくる、はい、あのでかいシーバスほど前に回り込んでいく。なのでこのフック位置、これダイヤモンドの、うん、リング、そうです、はい、桜井玉さんのダイヤモンドリングをちょっと使ってみたんです。それあのダブルリングとかいろいろやったんですけど、はい、これがなんかでちょっと安定性がいいんですよね。あのちょっとこのダイヤモンド型してて必ずここにフックが来るということで、これさりげなくこれも第二の秘密じゃないですか。はい、これをちょっと今回採用してみたんですけど、まあ去年これテストしてる時にこれに変えたら結構フッキング率上がって、バイトのタイミングでルアー姿勢が、うんうん、針がどこにあるかをこだわった結果っていうことです。そうなんですよ。でこの I の位置ですね、はい、あの正面に来てますね。あ、ちょっと下のルアーとかもありますけど真正面に、はい、いろいろテストして下とか、はい、いろいろやったんですけど、はい、真正面にした理由っていうのがあって、はい、この下合いにするとボディにロールが入って、はい、人間の見た目的にはかなりこの、はい、色の明滅であったりとかがあって、はいはい、すごく 動きがいいように感じるじゃないですか。だけどこのローリングするってことは遠心力がかかって、はい、ボディの側面とかに針が来ちゃうんですよ、はいはいはい、ターンした時、はいはいはい、ここで出ると誤爆しちゃうんですけど、これあのローリングしないんでこのまま来ます。実はこの秘密、去年テストの時に小倉さんから聞いて、確かに俺の持ってるペンシル全部ロールするよね。まあ、なんだろう、誤爆っていうのはもう、そうしょうがないものなのかなって今まで思ってやってたんですけど、うん、誤爆って防げるん？防げるんです。まあ、でもちょっと、この大きいペンシルに対してちっちゃいサイズのフッククラスとかもう出るんですけど、はい、それはやっぱり乗りにくいんですけど、やっぱり誤爆が少なくなる、ことってあるんですよね。あ、だからこのごっついダイヤモンドのスプリットリングでなるべく下の方にフックが来るようにしつつ、はい、あとまあボディもロールしないようにしてます。だからあのなんかやっぱりこう俺のほらフックサークルすごいついててすごい使い込んでるでしょ、はい、いいでしょみたいなことをみんな皆さん言うんですけど、はい、僕は昨シーズン使ったやつとか見ると結構使ってるんですけど、ローリングマークほとんどついてないですね。あ、本当だ。ですよね。結構自分とかあのマグナムザラースプークとスーパーマグナムでやるんですけど、はい、どうしてもやっぱりもうボディがえぐれちゃうぐらい削れちゃって、はい、これどうしようと思ってたんですけど、それは初期のやつってこれなんですけど、下合いなんですけど、やっぱりフックサークルがこうなっちゃう、こうなっちゃうんですよ。ついちゃいますよね。そうなんですよ。こうならないような姿勢、なおかつ魅力的なターンが達成できるようになったのがこの完成品という感じなんです、はいはい、そうなんですよ。うわ、あ、全然違いますね。で、この形状もすごく細めにして、はいはい、なんかよく売ってるビッグペンシルって結構ごっつかったり、こう対抗もあったりごっつかったりするんですけど、はい、やっぱこの細いっていうのが、はい、やっぱりフッキングにやっぱり一役買ってて、細くてシンプルな形状の方がやっぱりまっすぐ綺麗に飛んでくるんですよね。シンプルですね。はい、
すごくシンプルな形にしてます。だからあのバスやってる人にもね、やっぱりこのビッグペンシルってすごい面白い釣りなんで、はいはい、なんだろう、今年最後のフィナーレじゃないけど、はい、ドカーンとねでかいのをこう釣ってもらいたいんですよね。まあいい時は12月の頭ぐらいまでどんどん遊べちゃいますもんね。だからバスがちょっとね出にくくなってくるじゃないですか、トップ。はい、それでシーバスはこう上り調子になってくるので、はい、そこでちょっとあのこの季節だけちょっとビッグペンシルをあのバスやってる人に楽しんでもらいたいなっていう感じで、はい、なんかあのちょっとねバスのトップウォーターやってる人にも違和感がないようなカラーを、はい、あの今回塗ってみましたね。これ針ってどういうの選ばれたんですか？ね、針は BKK の、はい、ファングスっていう針を使ってるんですけど、はい、これあのわりかし細くて軸があのなんかね絡みつくような感じですね。去年これ使ってみたんですけど、はい、そんなにこの伸ばされるとかそういうのもなく、いやこれビッグペンシルやってて、うん、このボディに合わせて、うん、あんまりこついの乗っけると今度シーバスロットってちょっと柔らかいから、はい、乗り切んないで、そうなんですよね、ジャンプ一発っての多かったんで、はい、これが今年バージョンの小倉さんのもう回答で、そうですね、去年これでだいぶ釣りをして、はい、結構良かったんで、今回 BKK のこのファングスの10番をつけてます。なんかもう本当この袋から出して、はいはい、もうすぐに使えちゃう完璧なバージョンで出してるって感じで、はいはい、ちゃんと海っぽいカラーも、そう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 、これねこの城みたいなボラみたいなカラーってことで、はい、このボラっていうカラー目にしたんですけど、はい、これ4色あるうちの、はい、まあ一番このナチュラル系というか、はい、ちょっとあの小魚というかちょっとこういう派手カラーとか苦手だなっていう人の中にはいるかもしれない。でベイトフィッシュ系のカラーですね。で横がこの点々の模様があって、はい、まあ、ボラにもこの城にもこういう点々の模様があるんで、はい、このボラっていうカラーなんですけど、はい、背中はこのエメラルドグリーンっぽいカラーで鱗で、で頭の部分にちょっとね蛍光レッドを塗って視認性は確保しつつもナチュラルなカラー。お腹はねこういうオーロラのラメが吹いてあって、まあ、パールホワイトになってますね。はい、はい、こういうカラーのこのボラ、このボラ、これ続きましてこれがね、はい、ブラッシュボーンっていう、ブラッシュボーン、まあブラッシュっていうのはまあ酔っ払いっていう意味なんですけど、はい、まあ顔がお酒飲んで赤くなったで骨模様みたいなブラッシュボーンっていうカラーなんですけど、これは本当去年テストしてたのはボーンがないバージョンをテストしてたんですけど、これかなり視認性も良くて超過も結構出たんで、今回絶対やりたいなってことでこの骨模様をちょっと追加して遊び心をちょっと持たせてみました。小倉さんがもしかして個人的に一番好きなのがこれ、うん、これなんですよね。やっぱり、ね、やっぱり、はい、なんか確かに教えてもらってた時からこのカラーよく説明に出てきてたな、うん、でテストでもよく僕使ってたカラーなんで、はいはいはい、これで釣れたらもう本当なんか夢がありますよね、はい、こういうカラー、こういうカラー本当いいですよね、うん、でもこういうカラーで本当に全然釣れるんで、はいはい、逆にそのベイトフィッシュの群れについちゃってるシーバスの中にちょっとナチュラルなカラー入れるよりはこういう派手なカラーをポンって入れてやった方がバイトが出るとか、まあ目立つんで、そういうのがあるんで、まあこういうカラー、まあ釣ってて楽しいですよね。はい、了解です。はい、はい、次はブラックファイヤーですね。まあ黒のルアーってやっぱりシルエットはっきりするんで、ちょっと魚が沈んでるなっていう時とか、はい、波とか風で水面が荒れてる時にルアー見づらい状況でも、はい、ちゃんとシルエットがねはっきりするんで、あと釣り場にもう朝まずめの1個前についちゃって、うん、そうですね、ちょっと暗い時間帯とか、はい、シーバスにおける黒ってなんかちょっとミラクルな隠れカラーですからね。そうなんです。あと曇り空で、はい、まあ、空が白く見える時ってこの黒のルアーって下から見上げた時に、はい、かなりシルエット強烈に出るんで、はい、これはね一つは絶対持っておきたいカラーですね。ドンテンの時はちょっと試してみて、はい、で黒色はちょっと見づらい状況の時もあるんで、はい、この蛍光のしましまですね、蛍光レッドとイエローのこのしましま模様ですね、背中はこれでまあ視認性をちょっと確保している感じです。
さあそしてこちらがクラウンですね。これもね、あのテスト段階で、まあ、これ一番最初に作ったオブペンなんですけど、はい、まあ、似たようなカラーなんですけど、はい、これもかなり擦れたカラーなんで、はい、これはねやってみたいなということで、ちょっとバグリーチックなカラーにしたいなみたいな、バスルアーの、ね、なおかつこれは、これだけ腹折れですね。そうなんですよ、そうなんですよ、腹折れ来てます。はい、腹折れファン一定そういう感じなんで、はい、やっぱ腹折れがめちゃめちゃ効く時ってあるじゃないですか、はい、あれ何なんですかね、よくわかんないけど、いや教えてください、僕らいや本当に そこまではちょっと解明できなかったんですけど、はい、本当に腹折れが効くなーっていう時もあるんで、バスでもシーマスでもありますよね。そうですね、腹折れシーマみたいな、この色を買えば腹折れ好きの人は大満足、はいはい、あでバグリーっぽいこのちょっと遊び心のあるオールドアメリカンみたいなフェーズともありつつ、はい、すげえ。でこう形状的にはこのオグペンってなんかこう静かっぽい感じなんですけど、はい、ここの目の部分ってくぼんでるんですよ、はい、ここでちょっと水をチャプチャプしたいなっていう思いがあってこういう形状になってたりするんで、ほっぺたで押した時にちょっと飛沫が軽く上がるようなえぐれがあって、あの、はい、ちょっとアクションをスロー映像で見るとやっぱりここからねちょっと泡と、はい、しぶきが出てるんで、はい、まあちょっと効果はあるんだなっていうことで。ちなみにこの今小倉さんが持ってるのってもしかしたらリギング前の、はい、前のやつですね、これが。うわすごい、これが 1.6 ミリのステンレス硬質ワイヤーですね。これ全部あれ 1.6 って人の手で曲げられるんですか、これ。いやもう結構これ以上だと辛いですよね、もう。いや結構これ硬質なんで、あの曲げても戻るんですよね。はい、あ、それをこういうふうにあのグリ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 するのがまたこれ大変で、これ小倉さんが全部グリグリやってる、グリグリやって、もうこれ今日も朝3時までこれグリグリやって、もう豆がここできちゃってもう手の握力もなくなっちゃうし、すごいな、はあ、で抜けてこれあの貫通ワイヤーってことでいいんですか。そうです、貫通ワイヤーになってこの中にこのウェイトが、はい、ちょうどねこの辺りにウェイトが入ってます、はい、そんでこの余りの部分にこの木のスペーサーが入ってワンピースボディですね。あ、はい、超丈夫な、そうです、そうです、まあだからまあこれね、シーバスじゃなくてこの赤目もこう狙いたいんで、これなんか自分はい、本当想像の世界ですけど、なんかあの SNS とかで130とかそういう巨大な赤目見るとどんなルアーで狙うんだろうと思ってたんで、これああの NT スイベルの10番が入って、はい、ダイヤモンドリングで、まあ、このフックはね好みによって変えられますんで、リングも、いやでもこれあ例えば赤目狙う時にもうちょっとごつい範囲に変えたい、そうちょっとねアクションはねちょっと軽くなっちゃうかもしれないですけど、まあ許容範囲ないだと思います、はい、でこのワイヤーにこのスイベルが通ってみたいな感じですね、はい、今ちょっと老眼鏡してないんであんまこれを全部一個一個手作業でこれね結構手間かかるっすよ、これ後半までかかって、はい、でここを最後こうねじってこの愛をこう作ってみたいな、これ手間かかってますねいやもうほんと寿命縮めて作ってますからこれ、あのそうなんか去年ちょっと遊びに来た時に、はい、なんかこのワイヤーをネジネジするためのチグをまずは開発してるんだ、はい、そうなんですよ、ジグ作りからこれは本当に製品化できるのかなみたいな迷いがすごいあって、はい、こういう構造のルアーって僕あんま作ったことなかったんで、はい、これどうすればいいんだろうと思って、ホームセンター行ってなんか作られてる、あのお正月に、はい、あのホームセンター通ってましたね。そうですよね、はい、そうあのお正月セミで買いに来た時に教えてもらって、どうやってるんだろうと思って、そうすんでこういうあのちょっと映像の中にあるこういう、はい、あのワイヤーをこう曲げる器具を作って、いやこれいけるわと思って、タイニージャックでもワールドレコードを一回取ってますけど、これでもなんか出れるんじゃないかな。今、まあ、お客さんによってはもう GT とかでも使いたいみたいな人もいるんで、はいはい、もうなんかあの期待してます皆さんの聴覚を。
あとなんか外国のあのなんか巨大企業釣り堀なんかも絶対なんかルアーよくぶっ壊されたなんて投稿を見ると、はい、この前ここにサンプル並べてる時にちょっとカナダの方とか来られて、はいはい、俺このパイク釣るんだけどこれ売ってくれよみたいな、すいませんちょっとまだこれ売ってないんでみたいな今だったら買えます。そう、今だったら買えるんですよね。まあでもそんなに数はないんですよね。はい、そうなんですよ。じゃあもうとにかく、あ、通販も明日からは OK で、うん、はい、ただまあ自分的にはおすすめはやっぱり浅草まで来て小倉さんのこだわりをこうやって直接聞くと一瞬で買いたくなっちゃうっていう恐ろしい、うん、恐ろしいペンチレになっている。いや本当ね、何なんだろうね、何なんですかねこれ、釣れんだよねこれ、何なんだろうね。いやなんか自分の某あのすごいいつも釣りの大先輩が、うん、いやもう俺2個予約したからって、なんかこの前そう予約入ってました。ああ、はい、あこの色とこの色、はいはい、革新的になんか、いやでもちょっと船長ちょっとすいませんまだちょっと明日からなんでつながるっていうのがそれ、はい、フライングダメですよ、フライングはちょっとダメなんでっていうことをお伝えしたんですけど明日メール入れてくださいでも今だったらまあでももうでもすぐなくなっちゃいますねこれ。そうですね、どうなんですかね。僕もやっぱこのタイプの、まあ、はい、ソルトとかね、あの怪魚とか釣るようなルアーって初めて僕出すんで、はい、それでそれと合わせて、はい、このロットっすね、マグナムシューターが、はい、11月に一応発売予定で、はい、これも入ってくることになったんで、11月だったらもうシーズン中盤中ですね、はい、そう本当はこれとね一緒にあの、はい、販売したかったんですけど、はい、ちょっとこれ間に合わなくて、ちょっと11月に入ってしまうんですけど、この竿。ただつい先だって、はい、あの自分もプレーで、はい、あの一回トップウォーター投げに行ったんですけど、はい、なんか今年やっぱり気温が高くてちょっとね遅れ気味ですよね、はい、なんかもうシーズン的にはドンピシャ、ドンピシャ、はい、まあオグペン用みたいな感じでしょうね。でこれあのテストしたのうちのお母ちゃんなんで、はい、あの女性の方でもこういうビッグペンシルを疲れずに、はい、竿を曲げて、はい、竿がこう運んでくれるような、はい、そういうロットになってます。でよく、ま、しなって曲がるんで、はい、あのバラシがすごく少ないですね。ガッチンガッチの竿って結構あの 船際まで来てバレちゃったとか、はい、足元まで来てバレちゃったってことが多いんですけど、結構このちゃんとこの魚の重みとかを乗せて曲がってくれるんで、あの魚の引きとかも吸収してくれるんで、バラシがすごい少ない感じですね。結構分かってるつもりで自分なんかもずっと喋ってたんですけど、そもそもあのペンシルベイトって一番基本の木で、でも自分でコントロールしないといけないから難しいじゃないですか。アクションのコツって去年やってこういう塩梅でやったらよく出たよとか、もしアドバイスいただけたら。まあ基本的にはハイギアのリールを使って、船の場合ってこうドテラで流していく場合って、だんだんルアーに近づいていっちゃったりするんで、やっぱりハイギアのリールっていうのが基本になってきて、で船がうまい具合にドテラでもちょっとそんなに速度がない場合はデジ巻きでこれ動かせるんで、ちょっと疲れてこうロッドで動かすの疲れてきちゃったなとか、ちょっと今いい具合に流れてるなっていう時あるじゃないですか、はい、そういう時はもうデジ巻きでキュッ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 ってシュッ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 ってできるんで、あれその時の状況によると思うんですけど、はあはあ、止めとかって入れるもんですか。これがね意外と止めるのは効く時あるんですよね。でなんか俺よくちょっと YouTube とかで見ると、はい、俺アクションみんな早いんじゃねえかなっていう印象としては、印象としては自分がやるのは結構スローに見せつけるような形で動かすことが多いですね。ビターン、パン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 っていうよりかはもう見せつける感じで、まあ一回一回をジャバンジャバンってやってみたりとか、はい、静かなんだけどゆっくりやってみたりとか、はいはい、なんかこう連続してバン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 やってる時って誤爆がやっぱり多くなっちゃったりとか、はい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 、俺はどっちかっていうとスローめですね、アクションは。でこれスローにこれやることによって竿が結構そのなんですかね、ちょっと曲がってくれるんで、はい、アクションがめちゃめちゃつけるのが楽なんですよね。いや俺ほんと去年全然ペンシルで出さなかったんで、うん、小倉さんのそのやっぱりずっと突破でやり続けてるからなんだろうなって、もうほんと一回ちゃんと教わんないとマジでダメだなっていうお願いします、あの今度本当に。いやでもね本当オグペンってなんかこのなんかあるんすよ。
それはあの去年のあのプロモーションというか、なんか楽しそうに遊んでる動画で十分伝わる。いや俺は結構ストレスでしたよ。俺はもう本当に他のペンシル使って。そうか、小倉さんオグペン禁止してましたもんね。うちのお母ちゃんにオグペンだけを使ってもらってやったんですけど、はい、本当にもう大差で、それが1回2回じゃなくてもう3回とかなってて、これお母ちゃんだから釣れるのかなとか思い出してきて、ちょっと お客さんにちょっとビッグペンシルやったことないですよ、はい、頼んで、はい、ごめん、明日の朝ちょっとオグペンだけを使ってちょっと釣りしてみない、はい、って言って誘ってやって、はい、やっぱり俺ゼロであのジョンボードで並んでこう投げてやってるのに、ね、バイトすらないんですよ。片やオグペンはボコボコ出て、また小倉さん船際までまた追っかけてきましたよ。小倉さんの見解としてはそれって何だったんですか。その横で並んでてウッドの材質とか水の絡み、なんか見解としてこれじゃねえかなとかって、まずあの市販のものと違うのは、まず、はい、ラトル音が なかったあ、はいはい、ロールアクションをしなかったりとか、はい、やっぱ木でその水に絡みつくようなアクションをしたりとか、やっぱりプラスチックのやつって、はい、肘を重くしてもやっぱり中に空気入ってるんで、はい、ペコペコしちゃうんですよね。あ、身が詰まってる、なんかこの馴染んでないというか、はい、水に、はい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 、だからちょっとより生命っぽい身の詰まった動きっていうのがやっぱりウッドには出せるのかなみたいな、その辺のなんか水押しであったりとか、そういうのを魚的に感じてるのかな。いや俺もなんかいろんなペンシル使ってて、はい、あったら分かっちゃうな、剥離系のアクションのやつって、ちょっと騙しづらいなっていうか、ボイルとかだったらそれで OK なんですけど、なんか誘い出せてないって印象があって、いやあまりにもバイトがないんで、あのやっぱりびっくりしちゃいますよね。だからちょっと各社最近、はい、ビッグペンシルって言いつつもサイズが下がってきてるじゃないですか、はい、そうですね、18、16、はい、14とかになってきちゃって、はい、これだともうビッグペンシルの楽しさって全然なくなっちゃうんで、サイズをちっちゃくしちゃうと、はい、ちなみに重さは何グラムぐらい、これ今、まあ、ウッドでばらつきは多少ちょっとあると思うんですけど、20センチで一応93グラム前後ですね。あ、だからまあやっぱり150ぐらいまでショエル竿とか、うんうんうん、まあまあもしくはこの専用の竿か、ちょっと負け気味なやつも、結局この重さとサイズって、はい、一日中投げてても疲れないんですよ、ね、はい、やっぱこれ以上になっちゃうと、うん、もう釣れない時間帯とかもとんでもなくなっちゃうんで、230ミリクラスだと結構やっぱり肩が翌日終わってたりするんで、結局俺ものづくりするときに自分だと力あるから全然平気なんですけど、やっぱうちのお母ちゃんとか力ないんで、女性はそういう人たちが使って疲れないっていうのが一番基本になってくるのかな。まあうちのバスロッドとかも、まあうちのお母ちゃんが OK 出れば OK なんですけどダメな時はもうダメ、これ疲れるダメ、あ、疲れるダメだいたい疲れたり、はい、そういうなんかちょっと嫌だなっていうのがあると人間使わなくなっちゃうんで、はい、いやー小倉さんありがとうございます。これいやちょっと、ね、いろいろペンシルの秘密、いやこれって俺ほんと秘密なのか企業秘密だよなって思ってた、そのフックの位置であるとかその浮き姿勢であるとか、まあ本当は秘密にもしたいですけど、はい、でもやっぱりこれもう本当に去年かなりテストしての結果なんで、はい、10月11月めちゃめちゃ忙しいですよ。ちょっと今年は俺ちょっともう小倉さんに一日あの道場を申し込んだんで、ちょっとよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、ね、オグペン縛りで、はい、縛りじゃない方がいいかもしれない。いろいろ試しながら、いろいろ使うと分かるってくるんですよ、はい、これしか使わないってなると分からないんで、うん、はい、これ状況が悪いのかこのルアーが合ってないのかとか、いや楽しみだな。じゃあ今日もこの後は、はい、お店終わったら、ええ、上で夜鍋作業が、そうなんですよ、まだちょっと残ってるんでしかもね豆が痛すぎてもう握力がないんですよ。なんかもう最近ペットボトルの蓋開かないですからすごいんですけど、了解です。いやじゃあ、はい、気になる人はもうすぐ LINE スラックに、はい、まあ遠くの人は明日から通販開始、はい、13時から、はいはい、メールオーダー開始なんで、はい、自分のできる目いっぱいは作ってるんで、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。
くやばいね。え、これ止めのところの話ちょっとおかみさんの見解を。俺よりオグペンで釣ってるからね。はい、一応オグちゃんよりオグペンで釣らしてもらってるので、はい、もう参考になるかわかんないんですけど、はい、あのシーバスの経験が私の場合はあのバスはすごい長年やってるんですけど、はい、トップ でシーバスの経験があまりないからなんだけど、やっぱりあの水面に出す魚ってほらよくずっと動かし続けた方が見切られないとか、うん、いろんな説があると思うんですけど、はい、私的にはやっぱりなんだろう、そこにいるかどうかも正直わからない、はい、あのまあ、ボコボコボイルしてたら別ですけど、うん、ボイルしてなかったらやっぱり呼ばなきゃいけないって感覚があるので、呼ばなきゃいけない、はい、うん、魚を、はい、だから最初はちょっと強みに毒多くさせてちょっとしぶきが出るような感じにして、でそこからはこう結構こう通してで間を一泊開けるみたいなぐらいな。それがワンキャスト内で最初の呼び出し、うんうんうん、ちょっと見せキャスト で、はい、でまあ、この段階でもうもしこう来ちゃってたら、うんうんうん、最初の私の激しいジャバジャバにも出ちゃったりするんですけど、はい、ここまで魚がやっぱりいなかったら、うんうんうん、最初のちょっとジャバジャバでちょっと寄せる感じ、うんうん、はい、でその後こう見せて見せて、うん、でくあのかじる間をやっぱり与えて見せて見せてって感じですかね。だからやっぱりポーズ取った時の方が、うん、あの確実にフッキングもするし、うん、で、あのオグペンの場合ってもう何だろう、合わせなくてもなんかただ竿を立てるだけでなんか、まあ、乗ってる感じなんですよね。あ、そうだ、合わせるところ聞いてなかった。あの出ました、うん、どうすればいいですか。あのデジマグで 使ってる時はもうそのまま巻いちゃえば、はい、合っちゃうんで、うんうん、もうとにかくエクストラハイギアとかもハイギアリールでグリ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 キュッて、はい、キュッて入れちゃえば。あ、そっか、 P ラインをそもそも使ってるから、うんうんうん、そのまっすぐにしてキュッて、その時にやっぱりデジ巻きする時にこうちょっと角度ついてると、うん、竿が吸収しちゃうので、はい、やっぱりルアーの方にちゃんとロッドティップ向けてあげてデジ巻きしてあげればちゃんと一直線にして、もう P でガツンっていきますから、伸びないからガツンガツンとグイッとこう綱引きのように引っ張るようなイメージで巻くっていう、うん、これ竿でバーンってやっちゃうと、はい、せっかく、まあね、魚を追ってきてバーンってやっちゃうと、はい、もうルアーポーンってなっちゃうんで、よくやります。キュッて巻いて合わせてあげることによって、はい、そこでちょっと乗らなくても次のアクションでまた見失わないで次のバイトがまたもらえたりするんで。いや俺いつも鬼軍曹にすげえ説教されるんで小倉さんと鬼軍曹がいたらもう多分ぶっ飛ばされるんじゃないかな合わせんなって言ってんだろって言っていつも怒られるんで。そうですね、負けよってなんかやっぱり合わせでも、はい、うちの母ちゃん の YouTube 見ててもすごいゆったりですよね。はいはいはい、あ、はい、あ乗ったみたいな、うん、なんかビシーみたいなんじゃなくて、もうそうガバンって出てすっこなはしないです、うんうん、とりあえずもう巻いてっていうかもう持ち込まない前に合わせちゃうと飛んじゃうから反転して持ち込んでから合わせるみたいな、はい、大体トップを襲わせな感じっていうのが、はい、うん、なんだろう、身についちゃってるんで、だからあ、もう出たってなってから、うん、結構出たみたいな感じ、ね、出た多分そもそもオグペン買えばその誤爆は減ってくると思うんですけど、そうじゃなくて、まあ、オグペン買えないビッグペンシル今までのやつで、でも誤爆減らしたいなっていう時はちょっとしっかり、うん、しっかりこう持ち込んだのを見て、うんうん、巻く、巻く、で重くなってから竿を立てれば完璧です。綱引きの要領でみんなは竿を立ててから巻いちゃうみたいな感じになっちゃうんで、はい、巻いて巻いてそうするとルアーがボーンってなっちゃう、うん、よくやります。そうそう、弾いてくるから。あ、それお二人はもうずっともうトップの売りだから体についちゃってるけど、でもこれって案外これからビッグペンシル今年やってみようかなっていう人すごいヒントになると思うんで、うん、ビッグペンシルだけじゃなくて、まあ、トップオートは全般にそうですね。はい、はい、なんだったらでもちょっと自分好きなミノの釣りとかも全部そうなんですよ、はい、そうなんですよ、もうクッと入れちゃえば、はい、勉強になります。もう本当にハイギアのリールってそういうところでは本当に便利ですよね。はい、はい、うん、いやー、いい話聞いた、ありがとうございます。なんかありがとうございます。いい、すいません。